本居宣長記念館では、現在、もののあはれを知る宣長と紐解く源氏物語を開催しています。宣長が生涯愛した源氏物語にどのように向き合い、またその物語をどのように読んでいったのか、自筆資料を中心にご紹介する展示です。今回は展示資料の中からいくつか皆様にご紹介したいと思います。こちらは源氏物語覚書という資料です。宣長は21歳の頃までには源氏物語を読んでいたというふうに言われていますが、この覚書はその頃の資料になります。こちらには作中からさまざまな言葉を抜き書きして書いたり、その意味を調べたりした形跡が見られます。特に表紙の裏側には源氏物語の中に書かれている光という言葉を抜き書きしたページがあり、こうした側面から宣長の源氏物語への関心が高まっていったことがわかります。こちらは私文要領です。宣長が34歳の頃に書いた著作で、源氏物語の本質を物の哀れを知ることであると断言しています。宣長はこの本の中で、源氏物語の本質は勧善懲悪や公職の戒めなどではなく、人々の心の動きをありのままに表現した物の哀れを知ることであるといい、この物語を味わって読むことの大切さを訴えました。宣長に駅礼を送ったことでも知られる安田ですが、その駅礼とともに渡されたのがこちらの色紙。ここには宣長の門人の一人になって共に学びたい、そんな思いを込めた歌が詠まれています。こちらが松平安定鈴の歌です。宣長は20代の末頃から松坂で源氏物語の講釈を始めました。次第に聴講する人々も増えていき、晩年には全国から人が集まってくるようになります。そんな宣長の源氏講釈に魅せられた一人が、石見の国、島根県浜田藩主の松平安定です。本居宣長記念館秋の企画展、物の哀れを知る宣長と紐解く源氏物語は12月8日まで開催しています。10月19日と11月23日には展示説明会も開催いたします。宣長と共に源氏物語の世界を味わいにいらっしゃってください。